アンフィポップルコの吉田と申します。今日は、アンフィが一番得意とする、ヘアケア、ツヤ髪っていうところなんですけど、それの、ちょっと癖が強い方、ハーフの方なので、ちょっと、癖の状態がかなり強い方の宿毛矯正をして、ツヤ髪ストレートを作っていきたいと思います。では早速どうぞ。はい、じゃあまずビフォーからですね。ちょっと髪の毛結んでたんで、より広がっちゃってる状態なんですけど、根元の部分の癖っていうのが、少し強めの状態です。結構何回も通ってきてくれてる方なので、だいぶジュエリーシステムっていううちのオリジナルのメニューを結構定期的にやってるから、伸ばしやすくはなってます。今これ濡らした状態ですね。何もつけてない状態。こっちの方がちょっと癖の強さっていうのが分かるかもしれないです。で、薬剤をつけて今宿毛矯正のアイロンワークですねをしています。最初この方来た時5時間ぐらいかかったんですけど、もうかなりジュエリーシステムを続けていただいてるので、癖自体がもうものすごい伸ばしやすくなったから、3時間前後でもう終わる状態になってますね。2時間ぐらいも時短になってるので、宿毛矯正の場合っていうのは基本的にはやっぱり一度かけたとこっていうのはかけたくないので、もう伸びてきたところをかけていくって感じですね。普通の、ブリーチほどではないですけど、やっぱりそれぐらいの髪の毛に負担はあるものだと思っていただければいいかなと。ツヤ髪になったりとか髪の毛きれいになるので、そこら辺は分かりにくくて、毛先の、かけたところももう一回かけたいっていう人が結構多いので、そこら辺はちょっとご理解してやっていただけたらなと思います。じゃあ仕上がりです、やっぱりもう定期的に続けていらっしゃるので、かなりツヤツヤになってますね。癖の状態ももうかなりしっかり伸びた状態です。ちょっと今髪の毛を伸ばしている途中なので、切っていないのでちょっとガタつきはあるんですけど、それでもこのツヤですね。はい、いかがだったでしょうか。うちの大半、ほぼ6割ぐらいが、6割じゃないな、6割ぐらいが宿毛矯正で、9割以上がもうジュエリーシステムのお客様なので、やっぱりヘアケアっていう、ツヤ髪にしたい方は、原宿にお店はあるので、近隣の方はよかったら試してみてください。ご視聴ありがとうございました。